大型ピロプラズマは、寄生性の単細胞深核生物で、ピロプラズマの一種。フタトゲチマダニなど、マダニ類が媒介し、牛に発熱、黄断、血色素尿などを主張とする、ピロプラズマ病を引き起こす。赤血球中では1.53マイクロメートルほどのような死型の細胞が、体になって観察される。東アジアび東南アジアに存在しているが、感染割合は、 数パーセントと低い。日本においても広く存在が知られている。ピロプラズマ類は伝統的に大型のバベシアと小型のタイレリアに分けられてきたが、これは分子系統解析により生物の系統を反映しない人意分類であることが分かっている。最も大型ピロプラズマはバベシア族のタイプ種である牛バベシアと比較的近縁であり、 仮に今後バベシア族を分割したとしてもバベシア族の所属で変わらない可能性が高い。禁煙種としては牛を宿主とする双子バベシアがごく禁煙で、ついで羊を宿主とするバベシアもたしがある。日本における牛のバベシア賞は、かつて双子バベシアが病原体だと考えられていた。しかし Y 会者が二とげちまだにであるということが明らかになり、 牛に感染する他のバベシア種との比較を経て、家畜衛生試験場の南哲郎と石原忠夫が1980年に新種として記載した。ありがとうございます。